タケチャンネル投資の学校。買いのタイミングで何か意識されていることはありますでしょうか。まるまるショックでこう下落した際、割安と思いつつもっと下がるのではと思っていて手が出ませんでした。またある銘柄の場合は購入した後株価が下落して横横して落ち着いてきたかなというところで難品を入れるとさらに下がってしまうことが多々あり、なかなか利益を増やすことができていませんということです。このところですね、例えば JR 西日本が増資の発表があって下がったりですとか、あるいはトヨタが減産発表して下がったりとか、まあああいう時ですよね。で、私あの、まあ、これは YouTube の動画なんですけれども、あるその、まあ、KS のオンラインサロンの会員の方々向けにですね、いろいろ投稿してるんですけれども、9月にトヨタが4割減産するって言ってトヨタの株が下がった時にですね、決してこれはトヨタ固有でトヨタが悪いから下がったわけではないので狼狽はしない方がいいと思いますというようなことを実は投稿したんですね。それなぜかっていうと、例えば、まあ、トヨタがいいなと思って、まあ、9000円でもいいですし1万円でもいいんですけども、まあ、今度分割して2000円台に多分なるわけですが、そうやってその買ったトヨタをですね、まあ、9000円割れてしまってショックで下がった時に、もし投げてしまったりしたらですね、上がったら二度とちょっともう買う気しなくなるわけなんですね。で、よくですね、株はニュースで売買するなっていう格言も実はあるんですよ。でもほとんどの人はニュースで売買するんですね。で、ニュースで売買するっていうのはその分慌ててるっていう証拠なんですよ。これ買わなきゃって慌ててみんなが買って買い気配になって、あるいはストップ高したとこ買うとか、あるいは売り気配になってもう 10% 下がったところで投げてしまうとか、まあ、こういうことをニュースで売買するっていうことを言うわけですけども、ニュースで売買するんではなくて、例えばその悪いニュースが彼に出たとしても、それがその会社特有の、例えばですよ、自動車業界いっぱいある中であるこの会社だけが他の業同じ業界の違う会社とは違って劣後したような材料が出て下がってるのかどうかってことですよね。だから例えば先ほどのだからトヨタを例にとれば、トヨタは半導体不足であるのは他の自動車メーカーも一緒なんです。ですけど同じ自動車メーカーの中でも半導体の確保はトヨタが一番うまくいってるわけなんですね。で、東南アジアでの人手不足とか、そういった、まあ、いわゆるコロナによる人手不足とかで部品が入らないっていうのは、実はこれどこの会社も同じことで、他の会社がいっぱい入るのにトヨタだけが調達に失敗したとか、そういう話ではないわけですね。ですからそういうニュースが出たときはむしろ買いでもいいんじゃないかなっていうふうに私は考えるわけなんですよ。で、実際買えるかどうかっていうのは、さ、正直言って難しいと思います。簡単じゃないですね。ですけど はっとして困った、大丈夫かなと思ったときっていうのはあんまり失敗しないことも多いように思いますね。で、極端に言ったら株って毎日、まあ、月曜日から金曜日までですね、毎日売ったり買ったりできるわけなんで、今日しかないってこと多分ないんですね。であれば特別に悪いニュースが出た場合でも、そういったそこの会社特有で他と比べてそこが劣後しているような材料でない限りは、そういう日が買いになったりすることは多いと思いますね。ですから日頃からその会社をよく調べて、この会社は来年再来年はこんな風になっていくけど、今はたまたまこうなんだというようなことを日頃から考えられていて、できればこの辺の値段まで下がったら買いたいななんてことをもし考えていたとしたら、そういう時に買えるってこともまああるんじゃないでしょうかね。ですから同じまあ悪材料でも、もう決定的にその会社特有のや まずい材料っていう場合でない場合は、今後良くなってこの会社を狙いたいっていうような会社にたまたま一般的な悪材料が出て下がったような時っていうのは、とっても買い場になるっていうことは多いんではないかなと、まあ、こんなふうに考えてます。はい、ご視聴ありがとうございました。質問をお受けいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。